い、どうも、ザネダルクです。というわけで、今回も、コールオブデューティーヴァンガード、早速ね、実況プレイやっていくんですけども、本日紹介する銃が、またね、ちょっと無茶ぶりな銃となっておりまして、はい、こちら、マークスマンライフル枠にある G43 ってことで、こちら元銃が超有名なドイツのゲベア43で、まあ、コールオブデューティーワールドウォー2では普通に僕の愛銃でした。まあ、そんな感じで、作品ごとにまあ色が変わる銃なんですけど、今作ではかなり強くてですね、まあ、初期は弾数10発で、まあ、ブレとかね、レートの速さは、まあ、マークスマンライフルで一番優秀なんですけど、残念ながらデフォ3発キル武器で、まあ最初はね、単発銃なのに3発キルってなんやねんみたいな形の、まあ雑魚武器なんですが、やはりマークスマンライフル、まあ別作だとね、まあレンスランみたいな枠だと思うんですけど、まあ今作でもちゃんとね、はいこちら、マガジン変えると大口径弾で2発キルが可能になっております。まあさすがレンスランって感じですよね。ただ今回はさらにぶっ飛んだカスタムがありまして、なんと、はいこちら、バースト射撃もできるんですが、一番最後のやつ解放するとフルオートもできます。まあ威力落ちてしまいますので、魅力はね、これにする魅力はほぼないと思うんですけど、まあマークスマンライフルみたいなそのレンスな枠をフルオートで撃てるっていうこの面白さですよ。まあ最高なので、まあ早速ねこちら使って実況プレイやっていきたいと思います。はい、ということで、まあこれからもねコールオブデューティーヴァンガードの動画ガンガンとね上げていこうかなと思いますので、もしよろしければ通知が届くようにチャンネル登録高評価よろしくお願いします。では行こう。さあ、では早速、20対20じゃなかった10対10のチームデスマッチやっていきたいと思います。一応カスタムの方はこういった形。では、この銃ですね。まあ、先ほども言った通り、レート力だとかブレっていうのが、他のマークスマライフルよりも優れてるんですけど、まあ、他にもね、優れてるところがあって、まあ、エイム速度だとか、まあ、そのエイム時の横移動ですね。これもマークスマライフルって、まあ、いわゆるレンスラーみたいな枠なのに、ほら見て、この速さですよ。すごくない？この速さあったら全然まあアサルトまでいかなくてもね、そのマークスマライフルと撃ち合った時に、まあ火力が同じであれば、まあ明らかこっちの強くなるわけですよ。いや、この機動力はマジで嬉しいよね。なので、まあおそらくこの銃の追加自体が、そのアサルトみたいな感じでね、まあ追加をまあ目標にしてたんじゃないかなっていうところですよ。オッケー、ナイスキル。で、フラ来てるから避ける。まあ、しっかりと回避しつつ、で、マガってなんだ、まだそっちから来るかな。とりあえずここの上登る。オッケー。で、多分真下から、いや、奥おったら、多分ね、そこからキーから来る。顔出して、顔出して、顔出して、お願い、100円あげるから。じれったいガモを投げる。は？当たり判定なし。下がったか、あいつ。おかしいなぁ。痛い痛いた。オッケー、ナイス1キル。で、この武器の唯一の弱点は、まあ、撃ってる時のね、なんかそのエイム時のなんか射撃移動ってあるじゃないですか。まあ、あれがですね、まあ、BOCW みたいにアタッチメント強化できないので、まあ、そこはどうしてもマークスマライフルみたいな形でガガガガガガガって固まっちゃうんですけど、まあ、それぐらいとあと弾数がめっちゃ少ないことですね。まあ、それだけが唯一の弱点。あー、やば。オッケー。で、これはもうちょっとバレてるから一旦逃げましょう。で、多分これで、あれ、あいつどこ行った？あれ？来ない？多分そこいるから、しっかりと1キル。2枚目。3枚目は？いていた。さすがに SMG は無理か。一旦リロード。ふぅ。リスポーン変わりましたね。で、後ろから失礼させていただきます。ブロンズ取りました。ボルフいただきます。やべ、普通にこれ別ゲーの実況になっちゃう。あるある。調子良すぎて、別ゲーの、別武器を使った方が良くなっちゃうっていう。OK、ナイス。どっか偉しいところから見てねえかな。見てなさそうだな。じゃあちょっと前出ますか。スーッと上がって、カモン。一旦 UAV 出して、おい、ショットガンはしゃあない。UAV オンライン。からの、カック爆弾出していきましょう。はい、ピューナイスキル気持ちいいからの、はいいや、いいね、これ、キルログが俺一色。まあほら、エイム時の横移動早いじゃないですか。ただ、フルオートで撃つと、誰か敵おらへんかな。フルオートで撃つと、ちょっと固まっちゃうんですよね。そう、まあ、そこら辺がまあ BOCW と違ってちょっと辛いところかなっていうぐらいで、他はまあ強い、弾数少ないぐらいで OK、まあ、打ち合いはまあちゃんと勝てますね。やっぱ3発キル武器だし、まあ、レートもそこそこありますから。ただまあ個人的には単発だったらその2発キルできるから、あとバースト射撃でも2発キルできるんで、まあ、そっちで使った方がまあマークスマンライフルとして優秀だったりとかするのかなって感じなんで、まあ、そこお好みでっていう。あー、うんこ。まあ、フロートだと弾数使っちゃうからね、どうしてもなくなっちゃうわなーって感じではありますが。いや、それ何？やめて。一旦命のリロード入れます。気持ちいい。からの、上。はい。で、一旦リロード。たださ、フロートにしたらさ、まあ、COD のバランス上しゃあないところではあるんだけど、フロートにしたらさ、威力落ちるってなんか、ちょっとなっていう。そう、これが本当にリアル思考の FPS ゲームかってなっちゃうよね。まあ、弾薬変えて威力変わるとか、レート変わるとか全然大万歳なんだけどね。まあ、来年の CODMW2 に期待しましょうか。いやもう、俺も来年のこと見据えてるからね。来年のCall of DutyMW2 絶対、化けるって敷いてるから。もう COD がバトラーに見切りをつけて、
あーそこ顔出してたんか。タルコフ風のゲームを出すことをもう知ってっから俺。頼むよコールオブデューティー。はい、この遠距離も。いやーちょっとこれあとこれダメなところがヒットフリンジでかい。このストックにするとこの横移動早々ストックにすると、いやヒットフリンジでかいからね、そこでたまにクソエイムになってしまうとかせざるを得なくなってしまうから、そこがね同じ打っちゃった時に難しいんで、なるべく先打ちしていきましょうっていう。まあけど球数少ないからそんなね連戦をすることがないんで、長い長丁場の打ち合いってないんで。あっすみません色々で、ちょっとこの建物のところでいい感じで、待ちつつ、はいガモンホール。そっちは無理やろ。まあこれで終わりっすね。ちょっとじゃあ次にこの武器の本当のまあいい使い方っていうのを見せていきましょうか。このフルオートもそれいいんだけど、まあやっぱりね3発キルの段階でまあ生かしきれてないよねってところあるんで、ちょっと次のカスタム見ていきましょう。さあではお次6対6のチームデスマッチ沼でやっていきたいと思います。いや沼のさ6対6これやったことないかも。何回か多分あるかもしれないけど、多分動画では初ですよね。まあそのレベルということでやっていきましょうか。で一応使っていくカスタマイズはこちらです。はい、気になる方はぜひ停止ボタンを押してみてください。で一応ですねこれあのレートアップのバレルがありまして、まあこれ上げると 11% も上がるんですよ。でまあ大体さあのマズルとかであのリコイルブースターだっけ、なんだっけあのレート上げるマズルあると思うんだけど、そうあれとか 4% とかね 7% しか上がらへんのに対してこれ 11% っていうね結構な上がり方しますから、普通におすすめ。ただヒットフリンジがねどうしてもでかくなってしまうんで、この武器まあさっきみたいな形でちょっとねまぐれで頭あたり当たってくれたりとかしてくれない限りはちょっと厳しいかなっていう。味方やってくれたな、普通に上がろっか。おっとなんかいますね。12、へえ気持ちいい。やっぱねこれノリで撃っても2発きれいに当たってくれるっていう強みですよ。ほいいやーもうそう、いやーあのねこれほんと無ブレなんですよこのカスタム。あーちょっといっまあ、一段上に上がってるかなって感じですよね。まあ、だから15メートルとか20メートルくらいになったら、まあ、頭1個分くらいはちょっと跳ねてしまうかなって感じなんですけど、けどさっきの見てもらったらわかるけど、やっぱヒットフリンジのデカさで当たんないんですよね。あれがきつい。ちょっと待って、今指示引っかかったぞ、この辺。おる？大丈夫そうで、味方も右回収から来てくれてるけど、はい、しっかりとやる。で、2体目いるから、はい、スナイパー。いやーもうスナイパーに打ち勝つの気持ちよすぎ。は？どうしたどうした、なんか俺の方になんか弾飛んでなかった、すいません。いやなんかまだ見てんな、いるいるいる。おい顔出せ、おいいるの分かってんね陰キャ。よーし、まあ俺の方が陰キャだけどな。カウンター UAV オンライン、もうこの6対6のチーですとかもうどっちが陰キャになるかの勝負ですからね。まあけどこれこそまああれですよね、マークスマライフルって感じの使い方ですよね、レンスナっていう。まあレンスナにしてはレートが早すぎるって感じではあるんだけど、 COD で言ったら。まあけど過去作のレンスナこんなのありましたからね。今作マジで、なんだろう、ないかなレンスナ枠。なんか来てくれるかな。まあ、マークスマンライフルを代行形態にするのが多分レンスナっていう、公式の回答だと思うけど、やっぱレンスナ欲しいよね。BOCW とかだってレンスナ、怪物ライフルですから。いや、そうじゃないみたいなね。ドラグロフ追加よの冷戦時代やったらみたいな。100それだと思ったんですけどね。まあ、性能的にはもうドラグロフみたいなもんだったんですけど、個人的にはやっぱそのレンスナらしいね、レンスナも欲しいなっていう。あ、けどシモノフとかあるか。COD で言ったら。ね。シモノフワンチャンありそうじゃないですか、今作。はい、キル。全然ありそう。なんかワールドオッズもあったしね、PTRS だっけ。あったからな。はい、ここに投げ物投げといてと。中入る、隠れ、いやー、命は助かったけど。はい、カウンター UV オンライン。やーべえ、てか、6対6の割には、なんか人数がおかしなことになってる。たまにあるよね、人が全然入ってこない、この現象。ヒットフリンジでかすぎ、うんこ。やっぱヒットフリンジもうちょっと抑えるか。抑えるカスタム。ひるみ耐性、これだね。まあこれか。ちょっと、ひるみ耐性を抑えるカスタムでやっていこうかなと思います。敵もね、ゲビアだからね。お互い、ひるみ耐性勝負だと思うんですよ。エイム速度はいらん。お互いオケイムした時に、どっちが2発、敵の胴体にぶち込めるか。勝負だ。いいよ。は？オッケー、ナイスカット。カーキャッチ系で、こんにちは。1枚やって。で、これもしや反射カーキャッチ系では、さっき 6.5 って弾見えたけど。まあ、とりあえず、こっからセンター取ってみる。めっちゃおるやん。1枚カット。いやー、いるな、そこ。待って、あれフロートで売ってねえか。ゲベアを。変なカスタマイズしてんな。一試合前の自分に言い聞かせたい言葉。まず、設定回数やっぱ少ねえな、6対6って。俺多分もう二度と6対6の COD できない気がする。このゲームやったら。まあ、マップをね、その分、ちっちゃくしてくれたらあれなんだけど、やっぱ6対6はつまんないよな、設定回数低めで。カウンター UAV オンライン。あーで、弾回収してるから、これ。そう、これ今、代行形弾つけてるわけじゃないですか。で、これで弾回収してるってことは、多分敵も代行形弾付きのゲベアで来てんのかなって感じですよね。だからお互い2発キル勝負。さあ、どっちが先に胴体に。ええちょっと待って、ちょっと待って。どこどこ怖い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 。
はい、とどめの一撃いただきます。うぅ、サクッ。なんか後ろリスポンしてない？ははは、とどめ一撃中もしかして俺は無敵なのかってか、敵判定になってないのかな。だからその説ありますよね。なんかとどめ一撃中は僕がいない空気判定になってるから敵も容赦なく湧きますよっていう。だって6対6であの湧きは多分ないっすよね。ありえない。まあそれをするのがこのコールオブデューティーなんだけど。いや、つえー、めっちゃおるな。で、上から撃ってくるのもいいし、下から撃ってくるのもよし。さあ、どっちから来るお前ら。詰め寄るお前ら。行く？行っちゃう？行こうか。めっちゃ撃っちゃってる。大丈夫？上ワンチャンいるんじゃないこれ。大丈夫そうだ。オッケー。で、多分味方が俺完全裏まくってくれたから、多分正面から来るね。味方それやられる？やられるね。1枚。2枚目顔出せ。2枚。リロード。で、3枚目。ちょ、こいつの武器いただきたい。6発か。ほう。あれ待って、これ何のカスタムしてんの？フロート？違うわ。単発か。待って。なるほどな。フロートじゃなかったわ。オッケー。これで、爆撃機オンライン。で、なんか、ミニマップバグってたら、ヒューイーと出して、まあ、とりあえず多分こっちから来る。いやー、そこで、行きましょう。急に空路を変えて生き残る男。頑張れ！ナイス！いいぞ！爆撃機やっちゃってください。オッケー！ナイスキル！で、1枚。で、中で湧いてるんで、ちょっとこっちから。行きましょう。スッと見る。カモン。はいー、へへい。はぁ、ゴミ。パンツァーファーストの角マスとか、お前需要あるんか。いや、需要あるからやってるんけど、それでええんかお前。ほんまにパンツァーファーストそんな使い方していいのか。今作さ、対空っていうかそのキルストリークとかが微妙だからさ、ランチャー使ってる人ほぼいないよね。ハードコアだったらクソでいるんだけど、あんまりいないっていう。ダサウスでもたまにかな。もうええねええねええね。分かった。はい。かっこいいかっこいいかっこいい。すごい。君はすごい。いや、どんだけ投げてくんの。いや、けど2個目やな。エンクロつけてるやつか、ワンチャン別パがいるか。いやー、お前ゲビやー。お前なんて名前読んだこれ。対応の応対なんちゃらっていう。もう中国語かなあれ。ね。右斜め下とかなんて読むのこれ。党員在南南関元元みたいな。あ、全然見てなかった。まあいいや、勝利なんで。はい、ということで、無事勝利。まあいいっすね。いや、もう単発銃の強みはこれで紹介できたんじゃないかなと。まあ本当にね、安定する武器なんで、まあもちろんマークスマライフルだから、とつることはできないんだけど、もう、対スナイパーだとか、対マークスマライフルとか、においてはやっぱレートアップつけることによってね、まあレートアップつけなくても全然打ち合い強いですから、まあその SVT みたいな形でワンショットワンキルを取らない系のね、武器使うんだったらこっちの方がね、全然ありなのかなって思います。はい、ということで、まあこれからもちょっとコールオブデューティーバンガードの動画ガンガンとね、上げていこうかなと思いますので、もしよろしければ通知が届くようにチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。こい MVP 15マルチキル、大したことないけど、はい、ありがとうございます。それではご視聴ありがとうございました。ジージー。